カゲロウは隠密行動に向いているとは思ってたが、まさか本当にそういう目的で使うとはな。まあなんつーの、長所は生かさないとってね。ユイトの父親を殺したんだぞ。どうしてそうヘラヘラしていられるんだ。そいつは俺がクソ野郎だからだろうな。クソはクソなりにいろいろあるんだよ。ソラ、やっと見つけたぞ、カサネ。カレン！試練か。カサネを引き止めておけなかったばかりか。金魚の糞のようについて回っているとはな。これがあなたの言っていた反乱なのか。そうだ。ニューヒムカは管理社会を構築するだけに飽き足らず、禁忌の研究に手を出した。人間を怪異に変える研究。奴らはより優れた超能力者を作り出す研究を行い、その過程で生物の怪異化という実験にたどり着いた。俺は怪異化を生み出したニューヒム化政府を潰す。海抜群の半数は俺と共に来ると言っている。お前たちも青蘭市へ来い。ま、俺はその方が好都合だな。お前は何者だ、カゲロ。そいつはどういう意味かな、年隊長。お互い腹に一物あるということか。俺の邪魔をしなければ構わん、昔と同じようにな。何、あなたたち昔からの知り合いなの？いや、まあ。で、そちらさんたちはどうするのよ。僕は最初からセイラン氏につくつもりだった。カレン、連隊長のことは正直腹が立つが、ニューヒムカ政府のやり口は好きになれないからな。私も行かせてもらおう。何、単なる気まぐれさ。カサネ、あなたはどうするの？ナオミを怪異にしたのはニューヒムカ政府なの。そうだ。ナオミはセイランにいるのよね。ナオミを助けてくれるのよね。最善は尽くす。わかった。それなら私もセイランへ行くわ。やれやれ、これで俺らもう巣王には戻れないな。ま、しゃあないけどよ。一番戻れない立場なのはカゲロウだろう。スメラギ議長を暗殺したのは君なんだから。まあな、俺様はお尋ね者。試練はセイラン出身のインテリ君。なんだその言い方は。インテリで悪いのか。悪かった悪かった。で、嵐はあれだろ、どうせカレン連隊長の動きが気になるんだろ。吹雪連隊長に迷惑をかけないかどうかって。
私はそこまで弟思いじゃないさ。ま、そういうことにしておいてもいいけどな。で、京香様はどうしてセイランにつくの？まさかカレンファンってことはないでしょうよ。あら、私がカレン連隊長のファンじゃおかしいかしら。吹雪連隊長の方が好みっぽいけど。もう、カゲロウったら、私が好みのタイプかどうかで自分の考えを変えるような人間だとでも思っているの？私みたいに海抜軍の指揮を取る立場にいると政府の不審な動きは嫌でも目に入るわ。まして人間を怪異に変える研究をしているなんて許せない。ま、そこだよな。結局カレン連隊長には海抜軍の半数がついてきたって話だぜ。みんな政府に不信感抱いてたんだろうな。カレン連隊長の人望もあるんだろうけどよ。そうなの。何にしても海抜軍は再編成されるでしょうね。私たちもセイランに行ったら今とは違う編成になるかもしれない。そうだ、そういえばこれからこのアジトはどうなるのかな。このユニットはランドール家の持ち物なんだろう。このまま使い続けても問題ないはずよ。ランドール家には使用していないユニットがたくさんあるの。そもそもこのユニットを使うことも向こうには知らせていないから。おっと、無断借用だったのか。まあでも今後も使えるというなら使わせてもらおう。休める場所があるというのはありがたいことだからね。セイランに行けばお姉ちゃんに会える。待ってて、お姉ちゃん。今日はわざわざ来ていただいてありがとうございます。改まった挨拶はいいわ。それより用件を聞かせて。こんなところに呼び出して私にカレンの何を聞きたいの？実は重ねの目には兄の姿がどう映っているのか一度聞いてみたかったんです。どうしてそれを私に聞くの？カレンと接した人間なんて
他にも大勢いるでしょう。こんなことを言うと重ねは嫌かもしれませんが、僕には二人がどこか似ているように思えるんです。似ているって見た目の話ではないわよね。ええ、もちろん見た目以外の部分ですよ。それで重ねは兄をどう思いました？そうね、そもそも私はカレンと親しくないし、大した話をしたわけでもないのよね。先に弟のあなたから話を聞かせてくれない？カレンがどういう人間か私も知っておきたいから。おや、そうきましたか。そうですね、僕から見た兄はとてもまっすぐな人間でしょうか。カレンがまっすぐ、私はそんな風に感じたことは一度もないけど。きっと重ねのように思う人も多いでしょうね。僕も決していい意味だけで言ったわけじゃありません。兄は過剰なほどにまっすぐで、自分の考えのままどこまでも突き進んでしまう、そういう人なんです。わかるようなわからないような感じね。じゃあ今度は私の印象を言わせてもらうわ。カレンの超能力を含めた能力の高さは認めるけれど、上から目線で横暴で自分勝手な人間だと思ったわ。別に自分勝手でもいいけれど、そういう人間に人望があって声を上げれば人が集まるのは不可解ね。手厳しいですね。やっぱり重ねは兄さんに似ていますよ。どこが似ているの？そういう率直な言い方もですし、重ねも兄のように意志を曲げず自分の選んだ道を進んでいますよね。私は反乱を起こしたり他人を扇動して巻き込むようなことはしていないわ。でも結果として重ねの周りには仲間が集まっていますよね。はっきりと自分の意志を持った人間は自然と周囲を引きつけるものなんだと思いますよ。僕みたいに影に隠れがちな人間には少し羨ましいぐらいです。どうなのかしら。カレンはともかく私が人を引きつけているなんて実感はないけど、でもあなたの言うまっすぐな人間はそれだけ軋轢を生むことも多いと思うわ。私自身人とぶつかってばかりだし、ルカみたいに人当たりがいいタイプの方が生きやすいんじゃない？生きやすいなんてことはありませんよ。人間誰でもそれぞれの悩みがあるものです。それはそうかもしれないけれど、あなたはいつも穏やかで余裕があるように見えるわ。あのカレンの弟とは思えないぐらいよ。とても悩みがあるようには見えないわ。そうですか。さて今日はこの辺でお開きにしましょうか。今日は重ねの話が聞けてよかったです。この程度でよかったの？大したことは言っていない気がするけど。いえ、僕にとっては大いに収穫がありましたよ。ご足労ありがとうございました。Thank you.